アツオチョウチです。りっちゃんです。はい、ということで人生にはいろんな言い訳をする場面がございます。まあありますね。あなたも言い訳をしてきたでしょう、いろいろ。そうですね、私も言い訳をしてきた人生でした。はい、ということで今回は明日から使える言い訳の仕方を教えたいと思います。それではどうぞ。ちょめだ。ああ何やってたんだ。実はいつも通っている道が突然消えてしまって、迂回してたらこんな時間になっちゃいました。あーりっちょめだ。ああ何やってたんだ。実は人生という大きな壁にぶち当たってしまって、どうしたらよいか考え込んでいました。重いな、まだ中1だ。あーりっちょめだ。ああ何やってたんだ。実は昨日、彼氏から別れようって言われて、それでもうショックで携帯壊しちゃって、それでアラームが鳴らなかったんですよ。携帯まで壊すことないだろう。いや、頑張れよ。あー、りっちょ、それ何やってんだ。あー、何やってたんだ。信じてもらえないと思うんですけど、実は朝起きたら誰かと体が入れ替わっていて、そしてこの人がどこの学校に通っているのか調べていたら、こんな時間に。お前は誰だ。あーりっちゃん遅いなあ。何をしてたんだ。実は私、実よい、こいり。くそ、りっちゃん遅いなあ。何してたんだ。実は私、美少女戦士なんです。今日も実は町の平和を守っていて、あ、また誰かが助けを求めてる。先生、さよなら。待ちなさい。なんだよそれ、僕は立ちろ。はい、提出物忘れます。なんだりっちゃん出てきたか。将来の課題は何かと考え込んでしまっていて、今日の課題のことを忘れていました。私ってダメな人間ですね。うるさ。よし、提出物忘れます。なんだりっちゃん出てきたか。忘れてません。忘れたことは決して忘れてません。おいでー。提出物集めます。なんだりっちゃんを忘れてきたのか。私はいつも片道3時間かけて通学しているのですが、 1.5 時間あたりのところで忘れ物に気づき、 1.5 時間かけてまた戻り、また 1.5 時間のところで忘れ物に気づき、そこに戻るのはまたさすがになと思って諦めました。そういえばよっちん、別れたんだって。悪い男に引っかからねえように恋愛経験値を上げてやったのさ。まあもう成長したから別れたってだけの話さ。そういえばよっち、別れたんだって。俺は失うことに何の恐怖も感じない。恋もな。そういえばよっち、別れたんだって。しょうがないだろ、彼女の浮気相手がジョニーデップなんだからよ。へぇ、そういえばうち別れたんだって。幸せな時間が俺を置いてっちまったみてぇだ。笑えねえよな。よっちょ、同じでしょ。くそ、まだ飛べねえか。俺さ、おならで空飛ぶことが夢なんだよね。頑張って。よっちょ、寝ましたでしょ。いやね、おなら。行くよ。よっちょ、寝ましたでしょ。おならの匂いを嗅ぐことで食生活がうまくいってるか確認したんだよ。じゃあ今日はうまくいってたんだね。
そうだな。よっちおならしたでしょ。よっちのおならが3時を伝えます。そうだね。え、よっちおならしたでしょ。やだな、そんなことしてないよ。いや、したじゃん、してるじゃん。てかいしてない。何言ってんの。え、てか臭いよ。なんでしてないし。はい、皆さんいかがだったでしょうか。明日から使える言い訳の仕方、皆さんもぜひぜひ学校など使ってみてください。それではこの動画面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回の言い訳講座でお会いしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファーしたのか。